政策課題を考えるときには一つの課では到底実は実現できないことがたくさんあります。小千谷市はおととい重点政策のプロジェクトチームを発足させ、宮崎悦雄市長がメンバーたちに辞令を交付しました。このプロジェクトチームは小千谷市の重点政策を実現するため課の垣根を越えてメンバーを選出、中心市街地の活性化など5つの重点政策に合わせて3つのチームが編成されています。オープン予定の図書館を核にした複合施設が中心市街地に整備されるという予定になっておりますので、そこを核にしてですね、中心市街地活性化を図っていきたいというふうに考えております。小千谷市としては今年度初めての取り組みで、縦割り行政から脱却し、さまざまな視点や知見を政策に生かすことにしています。